YO! 起きろい朝 YO! つまりモーニング起きてスモーキング君のが欲しいストッキング YO! 起きろい朝 YO! つまりモーニング起きてスモーキング君のが欲しいストッキングあーさかおっ千秋結婚するんかそっかあいつも結婚かそうかそうかおめでたいなうん？でも待てよ何か足りない気がするなんだこの胸のモヤモヤはフラッシーアナンで石油をしている趣味はコンビニでの立ち読み世の中が汗水流して働いている間の8時間ずっとコンビニでゴルゴ13を熟読しちなみに現在98週目だ読書家だろまあそんなこと置いといて今朝千秋から結婚の報告をもらっておりだが何かモヤモヤしたものが残っているんだ何かが足りないようだそして俺はその何かを探す旅に出たどうしたどうした千秋くんが結婚したみたいなんですえ森が結婚でも無用のモヤモヤが取れなくて今探してるんですけど何か知りませんかお俺は知らないヤサ先生お山口くんお久しぶりです千秋くんが結婚したみたいなんですよえあの千秋くんがはい結婚はいそれはめでたいねおめでたいんですけど、うん、何か胸のモヤモヤが取れなくて、うん、それを今探してるんですけど知りませんか胸のモヤモヤを取るものは確かここにありませんどこにあるんだわからないこれ以上どこを探せばいいって言うんだわかんねえよどこだよ俺は何を探してるんだ何がどこにあるんだわかんないOh my god! 助け持ち、どこにあるんだよ。さあ、どうすればいいんだよ。見かけがいるぞ。どうしたんだよ。山口。辰巳さん。浮かねえ顔してんじゃねえか。何かあったのか。千秋が結婚したんだけど、何かが足りなくて、それをずっと探してるんだけど。見つからないんだ仕方ねえ俺が手伝ってやるよさ、辰巳さんよく見つかんなかったなそうやなどこで見つかるんだろうなそうやな、ようやくモヤモヤした何かを見つけた俺たちはその足で千秋の結婚式場へと向かうのであっためでてしめでてし